スポロシストあるいはスポロキストはある。種の寄生虫の生活史のステージの一つで、胞子、画法を持つのをし、シストを意味する。原生動物のアピコンプレックスモンの生活史のステージの一つと、変形動物の宮虫の生活史に登場する、妖精の一つにこの名称で呼ばれるものがある。アピコンプレックスモンの寄生性の原虫は、宿主の体内で子ゆのがモンとが融合すると、 オーシストを形成するこのオーシストの中で接合子が分裂して複数の胞子母細胞を形成しさらに非脳を形成したスポロブラストの内部で細胞分裂が行われて多数の胞子を形成するこのスポロゾイトを多数内蔵する非脳を内部のスポロゾイトと共にスポロシストと呼ぶただし種類によってはスポロブラストは非脳の内部で分裂せずにそのまま スポロゾイトとなる。宮中の二生類では、一時中間宿主である巻貝に、ミラシジウム陽性が侵入すると、これが侵入部位の近辺で、繊毛衣を脱ぎ捨て、さらに変態、発育して脳状態となる。これが、スポロシスト陽性である。この脳状態は、消化管、排泄系分泌腺をかき栄養摂取も、体表からの吸収によるが、 ミラシジウムから引き継いだ体壁の肺細胞は発達しており、これが無性的な発生によってレジア陽性、あるいは母体と同様のスポロシスト、つまり娘、スポロシストに発育して脱出してくる。娘スポロシストの肺細胞はレジアや娘、スポロシストにではなくセルカリア陽性に発育し、これが母体のスポロシストをさらには 中間宿主の巻貝からも脱出して水中に泳ぎ出す。ありがとうございます。